どうも、元気からジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、というわけで今回ですね、長野県松本市にありますハルピンラーメン松本並柳店さんに来ております。こちらですね、店名のこのハルピンっていうのはね、この中国のとある都市名の名前なんですけども、由来としてはね、戦時中にまあ中国でね、ニンニクなどの食材を長期熟成させて作る超伝統調味料ジャンの製法を日本に持ち帰り、この信州諏訪で広めていったというこのね、ハルピンラーメンなんですけども、一応ね、この長野県を中心に展開してるラーメン屋さんになります。で、今回はですね、ここにあるですね、激辛メニューがあるということで今回やっていくんですけども、その名前がですね、極辛火山魔の山ということで、制限時間15分以内に、これ食べるとね、飲食代無料というね、激辛チャレンジということでやっていきましょう。15分ですからね、結構なこのスピード勝負になると思います。はい、まあちょっと気合を入れていきたいかなと思います。なんかね、聞いたことによると、ハバネロラー油、特製のハバネロラー油を使っているということで、まあね、ハバネロといえば、結構激辛唐辛子で知られる唐辛子なんで、熾烈な戦いになるかなと思います。それでは行った人の感想を見ていきましょう。甘く見てた店長に、激辛って相当ですかって聞いたら、苦痛でも辛いですよって言われたから、中辛にしたらスープ飲みきれなかった。辛いの苦手ではないけど弱くなったかもな。辛いの好きな人は長野県松本市に来たら食べてみてほしいですね。敗北ハッシュタグハルピンラーメンということで、辛いの好きな方でも自信をそがれるぐらいの激辛料理ということで、わかります、わかります、わかります。とんでもない激辛料理にね、ぶち当たった時に食べれなくなったらね、自信失います。僕もあります。はい、ぜひね、まあね、1回目とは言わずね、何度でも挑戦してやりましょうということで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。イエス、ありましたね、こちら激辛メニュー、極辛火山魔の山に挑戦。極辛火山を15分以内に完食で、ラーメン代無料、1本につきお一人様の挑戦です。味見やシェアなどは禁止。スタートから15分以内にスープまで完食ということで、これはちょっと相当な辛みが予想されます。で、一応ね、これ注意書きには、体調に異常をきたした場合はすぐに挑戦を中止してくださいということで、チャレンジは自己責任ということですね。いただきます。ハバネロが強烈ですね。すごいボリューミージューシー。最高だね。じわじわ暴れんの。はい、いきます。
唐揚げがサクサクで、最後4分経過しました。あ、これは強烈。ハバネロラー油で恐るべし。いやこれは難易度高い。15分だ。これは参りました。いやこれね、ハバネロがガツンとマジで効いてて、これはねとんでもない。麺と具材は食べ終えたんですけど、残りのスープがちょっといけなかったです。勘弁してください。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ハルピンラーメン松本並柳店さんの極辛火山魔の山辛さレベル、ジャンプじゃない辛さレベル 8.5 です。はい、8.5 になります。はい、もうね、ハバネロ、これがね、ふんだんに使われててね、もう本当に刺激的な、辛めでした。もうね、やっぱこれ、ね、一口スープを飲んだだけで、あ、これやべえなといった感じです。ただね、これ、ね、ハバネロパウダーというものはね、こうハバネロパウダーを使うと、結構ね、こう、なんかこう苦味というのも感じるんですけども、そこをね、ハバネロのラー油にすることによってその苦味がちょっと抑えられた感じで、素材の味も、美味しく食べれたのではないかなと思います。そしてなんといってもね、唐揚げ、このね、どでかい唐揚げがもうサクサクで、ジューシーで非常に食べ応えがありました。結構な難易度です。そして辛いプラス結構きついですね。
ハルピンラーメン、一応ね、他にも店舗がありますけれども、この、マノヤマチャレンジに関しては、このね、松本並柳店さん限定でやっておりますので、ぜひゲットラボには、そしてラーメン好きの方はお越しいただいて、ここまで一緒かということで、本日も最後にご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとは激辛ブログやツイッターなど更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。